県営ダムということの、予定で、昨日からよ何回も村の方に説明に来ました、県職員が。その当時は、ちょうど大潟村の干拓が終わって、第2件か3件ぐらいのところに、一緒にその入植させるから、どうですかという話も持ってきたんですね。で、場所が決まってからでも、そのダムの形式をどうするか、規模をどうするか。1970年といって、今からもう50年前の話ですよ。だから50年間にわたって進まなかったという見方もできるわけですよね。